皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはカルダノ財団がドバイの C 研究所と提携、ブロックチェーン技術を世界的な持続可能性の取り組みに統合です。ぜひ最後までお付き合いください。ドバイを拠点とする持続可能性教育およびビジネスインキュベーションの拠点である C 研究所はカルダノ財団と契約を締結し、ブロックチェーン技術を世界的な持続可能性の取り組みへの採用を決定しました。この提携はブロックチェーンを活用した持続可能なソリューションを推進することを目的としています。両団体はこの協定によりブロックチェーンが持続可能な開発と主要な持続可能性セクターにおける世界的な導入の実現手段として位置づけられることを期待しています。 C 研究所の創設者兼会長であるファリス・サイード氏は次のように述べました。ブロックチェーン技術は持続可能性分野における透明性とトレーサビリティを変革しています。ブロックチェーンをプロジェクトや取り組みに統合することで正確で検証可能な持続可能性データの記録を作成し、サプライチェーン全体で商品や材料をリアルタイムで追跡できるようになります。サイード氏はこの分散型アプローチを採用することで信頼を築き、データの精度を高め、スケーラブルなデータ駆動型ソリューションの実現に役立つと付け加えました。これらのソリューションは食品、エネルギー、水、製品、モビリティ、廃棄物に関する重要な課題に対処することを目的としています。より広範な目的は世界的なネットゼロ排出目標をサポートすることです。カルダノ財団の CEO であるフレデリック・グレガード氏は同財団とフォーチュン500企業である C 研究所との提携はブロックチェーン教育の需要の高まりを示すものだと述べました。同氏はこの提携はカルダノの影響力の拡大を示すものでもあると付け加えました。私たちは C 研究所と提携できることを嬉しく思っており、特に持続可能な開発の実現手段としてのブロックチェーン技術の教育と新たなユースケースの探求の両方で彼らと協力することを楽しみにしています。この契約の一環として C 研究所の持続可能性に関する専門知識とカルダノのブロックチェーン技術を組み合わせた持続可能なブロックチェーンに関する6モジュールの専門の証明書や修了証などが導入されます。C 研究所とカルダノは透明性と追跡可能性を向上させる能力に焦点を当て、ブロックチェーン技術の世界的な利用を促進するためにも協力します。目標は持続可能で倫理的なビジネス慣行をサポートし、データ駆動型ソリューションを実現することです。いかがでしょうか。カルダノブロックチェーンは7年間ダウンタイムのない堅牢性などを備えた最強のブロックチェーンです。そんなカルダノが次々と採用されていくのはある意味必然とも言えるのではないでしょうか。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。